それでは有理数の連分数展開に引き続きまして、今度は実数の無理数の連分数近似を考えることにしましょう。で、ここでは実数 α、無理数ですけれども、この連分数近似を扱うことにします。で、先ほどのその連分数展開、有理数の連分数展開の際には、与えられた数が有理数でしたから、その展開をする際に、分子を分母で割ってですね、で、その小と余りを使って、どんどんその分母を展開していったわけですけれども、無理数の場合ですと、このようなことができませんので、その代わりに、今ここではα1 のですね、これを与えられた α と置きますけれども、この qi ですね、この qi というのは、先ほどのその有理数の連分数展開では、分子を分母で割った小としたんですが、無理数の連分数近似の場合には、これはその αi の整数部分というふうに取ることにします。で、この記号はですね、フロア関数で、これまでも何回か出てきていますので、忘れた人は確認していただきたいのですが、これは αi を超えないですね、最大の整数を取ったものです。で、これに対して、この qi を取ってですね、それから α の i プラス1というのは、この αi から整数部分を取った部分ですね、この小数部分の逆数という形で定めていきます。で、この計算を、i が1、2、3というふうに、i を増やしていって、それで先ほどの連分数有理数の連分数展開と同じようにですね、この無理数の連分数近似を計算していきます。それでは例題としまして、テキストの例の4.92に従って計算を進めていきましょう。で、ここではその無理数の連分数近似の例として、このルート3をですね、連分数近似を計算していきます。で、最初のステップでは、今吹き出しが出ましたように、まずルート3をその整数部分と小数部分に分離します。で、ルート3は皆さんご承知の通り、整数部分は1ですので、整数部分は1と、それから小数部分は、厳密に書こうと思うと、ルート3マイナス1と書くしかないですから、このような形で表記します。で、次のステップでは、そのルート3の小数部分ですね、このルート3マイナス1の部分の分子を1にした形で表します。これは単純に、このルート3マイナス1の逆数が分母に来るような分数の形で表すことにします。で、次のステップでは、今分数の形で表しましたところの、この分母ですね、今赤丸で囲った分母を有理化します。以降はこのルート3マイナス1分の1の計算を行うわけですけれども、この2行目の式にありますように、分母を有理化しまして、これを2分のルート3プラス1という形で表します。で、今のステップで計算しました、2分のルート3プラス1は、これは1より大きい数ですので、今度はこの数をですね、その整数部分と小数部分に分離します。で、2分のルート3プラス1ですので、これ整数部分を調べれば、これは1ということになりまして、それから小数部分は、厳密に表そうとすると、2分のルート3プラス1マイナス1という形で表すしかないので、このような形で表します。そして、これを少し整理していきますと、こういう形で、有理数の形で整理して、結果として、この1プラス2分のルート3マイナス1という形で表されます。で、今求めましたこの2分の、ルート3マイナス1をですね、今度は先ほどのこの上のステップでやりましたように、この分母を1にして表します。で、そうしますと、今度は
このルート 3-1 分の2という分母が現れますので、まあ次のステップではこのルート 3-1 分の2をさらにまあ連分数で近似していきます。で、今取り出しましたルート 3-1 分の2ですけれども、まず分母を有理化しまして、でそうしますと、こちらにありますように、2分の2かけるルート3プラス1ということになります。で、これではその、まあ、約分をしまして、で、まあ、3プラスルート3プラス1という形でこう表すことができます。で、このルート3プラス1をですね、今度はその整数部分と小数部分に分離します。でルート3プラス1というのは、まあ、2と3の間に存在する実数ですから、そうすると、整数部分は2ということになりまして、で、まあ、小数部分は、まあ、ルート3プラス1マイナス2なんですけれども、まあ、これを数をまとめてですね、ルート3マイナス1という形でこの小数部分を表します。で、次のステップではその小数部分に持ってきましたこのルート3マイナス1をの分子を1にします。これは先ほどもから何回かやってる計算と同じように、その逆数を分母に持つような分数の形で構成することになります。で、小数部分をの分子を1にしたときに分母に現れてきた分数がですね、今ルート3マイナス1分の1だったのですが、実はこれは先ほど1回計算で現れたものです。これは最初にこのルート3の小数部分を取り出して、でその分子を1にした際に分母に現れたその分数の形です。ですので、まあここにですね、同じ形が現れたということは、そのこれ以降のその連分数近似の計算を行うと、今までの計算のステップが循環すると、すなわちこのルート3の連分数近似にですね、この循環節が現れたということになります。で今のような形でこのルート3の連分数近似をですね、展開して求めていきますと、まあ、このルート3がですね、まあ、91から順にその数を並べていくと112121212というふうに続いていきまして、この第2項の1と第3項の2がですね、ずっと続いていくことになります。で、そこで、この連分数近似展開もしくは連分数近似における循環節をですね、こちらの式のように書きまして、でその循環節の部分にはこの式にありますように、まあ、循環節の部分に上にこう棒線を引くという形で、連分数の循環節を表します。ですので、まあ、今回はそのルート3を連分数近似しましたところ、その係数近似連分数近似の係数は最初が1と、で次第2番目の要素1と第3番目の要素2が、まあ、循環して現れるような連分数で近似できるということが分かりました。でここで、無理数の連分数近似について補足しておきますと、この実数、無理数 α を循環連分数で表せるための必要十分条件としましては、この α が、m と n と q を整数とした時に、α が q 分の m プラスマイナスルート n で表せるということが知られています。でこのような無理数は二次無理数と呼ばれておりまして、まあ、整形数二次方程式の、まあ、根であることが、知られています。それでは今回の授業のまとめです。で、まあ、今回は拡張ユークリッド互助法の、まあ、性質の続きということで、また新しい性質について、紹介しました。それから、拡張ユークリッド互助法の、まあ、応用としまして、一つは無理数の、失礼しました、有理数の連分数展開の計算と、それから、無理数の連分数近似の、計算法を紹介しました。最後に、次回の予告です。次回の授業では、
拡張ユークリッド互助法の応用として、中国譲与三法について、議論します。でテキストでは第 4.8 節にありますので、まあ、必要な人は予習をしておいてください。それでは今回の計算基数学1の授業は、この辺でおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。